こんにちは、豊根川淳です。今回は幸福度を下げない方法というテーマでお話していきたいと思います。僕はですね、最近は、あったかいだけでマジで幸せだなっていうことをめっちゃ言ってるんですけど、これは本気で思っていて、ただ中にはこう寒い方が好きっていう人ももちろんいると思うんですね。で、それで、今回は幸福度を下げない方法っていうテーマなんですけど、言い換えると幸福度が上がる方法でもあると思いますし、ただ今回の話っていうのは、ほとんどの人に当てはまると思うし、結構実践しやすい内容でもあると思います。なので、前半では幸福度を下げない方法っていうのを喋って、後半では、それをどうやって実践するのかっていうことを、具体的に喋っていきたいと思います。というわけで本題の方に入っていくんですけど、もう結論ですね、幸福度を下げない方法は、もうこれ SNS を見る時間を減らすことです。もうこれだけですね。SNS っていうのは、例えばもう Twitter とか、Instagram とか、あとはこの YouTube もですね、もうこういうのを使う時間をもう最小限にするっていうことです。で、なんでかっていうと、SNS って他人と比較してしまいやすいからなんですよね。例えば、Twitter でもインスタでもそうなんですけど、こう自分と他人の、いいね数とかフォロワー数とかを見てこう一喜一憂するみたいな。インスタだったらこうインスタ映えする写真を、投稿したのにこう全然反応なくて萎えるとか、こういうのって、投稿する人じゃなかったら別に関係はないんですけど、それより問題なのはやっぱり SNS を見ることなんですよね。で、ちょっとインスタの話するんですけど、僕インスタっていうのはもう今は全くやってなくて、アカウントっていうのも削除したんですけど、20代前半の時っていうのは、割とインスタグラム更新してたんですね。で、20代後半っていうのはストーリーズっていう、機能が出てきてですね、で、ストーリーズっていうのは15秒の動画とか、写真とかを投稿できる機能なんですけど、これのいいところって、1日経ったら消えるっていうことなんですよね。だからこうサクッと投稿しやすいっていう。で、僕自身使ってたから分かることなんですけど、インスタでその投稿するときっていうのは自分的にですね、非日常的なことが起こったときなんですよね。これ多分僕以外の人もほとんどそうだと思います。例えばもう本当に小さいことで言うと、ラーメン食べに来てる写真とか、ライブに行った時の写真とか、あとはこう非日常的なことで言うと、こう結婚式に行ったとかで、あとはね、旅行先とかでの写真とかですね。ラーメンに関しては別に非日常っていうわけではないんですけど、旅行とかってもう完全に非日常じゃないですか。で、つまりそれって基本的にその人たちの日常ではないし、その人に起こった本当にいい部分を切り取っただけなんですよ。でもなぜか大半の人っていうのはそういうのを見てこう無意識にこう自分と比較したりするんですよね。で、なんかこの人なんかめっちゃいいもん食ってるなとか、うわなんかめっちゃ優雅な海外旅行してて楽しそうやなとか、思ったりするわけですよ。で、それで、なんかこう自分もいいもん食べてると思われたいなとか、こう自分ももっとこうおしゃれして、なんかおしゃれな生活してると思われたいなとか、そういうのをね思ったりするんですよ。で、実際僕がそうだったっていうのもあって、こうインスタのためにおしゃれなお店に行ったりとかしてたんですよね。で、今思うとほんまに、お金と時間の無駄やったなと思うし、で、ぶっちゃけもう味の美味しさで言ったらもう餃子の王将の方がもううまいやんって思ったりするんですよね。で、もう安いし、餃子とチャーハンとかもめっちゃうまいじゃないですか。最高ですよね。じゃあそういう、他人と比較してしまうような行動をなんで取るかっていうと、これってもう他人の行動を見てるからなんですよね。ということはつまり最初から他人の行動なんて見んかったらいいやんっていう。当然なんですけど、知らないことって比較しようもないし、劣等感とかも一切感じないんですよ。だから、そもそも SNS を見なければ、幸福度って下がらないですよねっていうことです。で、ちょっと余談なんですけどね、YouTube でこう上げ足取りなコメントを、する人とかっていたりすると思うんですけど、はっきり言ってそれももう他人との比較によるもうただの嫉妬なんで、そういう人はもう最初から見ない方がいいと思います。その方が精神的に安定すると思いますよ。ちなみになんですけど、SNS っていうのは、中毒性があるように作られてるんですよね。で、なんでかっていうと、Twitter にしても、インスタにしても、あとは、Facebook とかにしてもそうなんですけど、こういった、SNS っていうのは、ユーザーに使ってもらわないと、こう、収益を上げることが、できないからなんですよね。SNS の、ビジネスモデルっていうのは、広告収入だったりすると思うんですけど、
じゃあ、まあ、いかに使ってもらうかって考えたら、中毒性があるように、まあ、作らないといけないわけですよね。例えば、こう、ツイッター開いて、いいねがついてると、なんかこう、赤色の、マークついてたりするじゃないですか。こう、丸一みたいな。で、こういうのも、中毒性あるし、で、なんやったら、こう、赤いマークが、つかなくてもですね、いいね数っていうのがもう表示されてるだけで、中毒性があると思うんですよね。で、こう、それが気になって、こう、何回も見ちゃうみたいな。で、まあ、こういう、中毒性がある仕組みを作ることによって、まあ、収益を上げてるんですよね。で、それで、まあ、ここまではですね、こう、散々、SNS をやらない方が、いいって言ったんですけど、別に完全にゼロにする必要はないかなと思ってます。というのも、SNS って、まあ、めっちゃ情報早くないですか？例えば、地震が起こった時とかって、こう、いろんな情報っていうのが、こう、まあ、速攻で流れてくるじゃないですか。で、もちろん、デマ情報とかっていうのもあったりすると思うんで、そこは、まあ、見極められないといけないと思うんですけど、で、あとはですね、こう、単純に、まあ、有益な情報を出してくれてる人っていうのもいますし、で、中にはこう SNS でこう人生がこう変わりましたみたいな人とかもいると思うんですね。ただそれは本当に一部で、基本的に関係ないと思います。というわけで、まあ、SNS をまあ減らすなり、やめるなりすると、かなり幸福度上がるんじゃないかなと思います。で、こっからはですね、まあ、じゃあ SNS の時間を減らすにはどうしたらいいかっていう、具体的な方法を喋っていこうと思うんですけど、もうこれはそんなに難しくなくて、アプリにまあ時間制限をかけましょうっていうことです。なので、パソコンのブラウザから SNS を見てる人っていうのはちょっと対策がわからないんですけど、まあ、僕はパソコンから見る習慣っていうのがないんで、まあ、アプリの場合になります。で、もちろん、これはですね、まあ、ただの時間制限じゃなくて、絶対しないといけないことがあって、まあ、それは何かっていうと、まあ、自分以外の人に、パスワードを設定してもらうっていうことですね。例えば、まあ、僕だったら、Twitter は1時間までしか開けないようになっていて、1時間経つと、パスワードを入力しないと、もう1分間しか開くことができないんですね。で、このパスワードを、まあ、自分以外の人に設定してもらうっていうことです。で、なんでこれをしないといけないかっていうと、もう意思だけではもう環境には勝てないんですよ。で、僕らがこう、まあ、日本語を喋ってるっていうのも、まあ、喋りたくて喋ってるっていうよりも、まあ、日本語に囲まれた環境で育ったから、まあ、日本語を喋ってるだけで、日本人でもアメリカで育ってたら、それってま、英語を喋るじゃないですか。まあ、それと同じで、SNS を開かないっていう意思力なんて、もう全く必要なくて、最初から SNS を使わない環境にしたらいいっていうことですね。で、もうさっき言った通り、SNS って、中毒性があるように、まあ、作られてるわけなんで、で、僕はですね、まあ、自分の意思だけで、減らそうと思ったんですけど、何回も挫折して、もう Twitter なんかは、もう毎日、もう2、3時間とか、見てたんですよね。でも、環境を変えた瞬間どうなったかっていうと、もう3、40分しか使ってないです。うん。で、しかも、これ結構、ツイートしてる時なんで、ツイートしてないっていう時は、もう10分とか20分とか、もう1日に、まあ、1、2回ぐらい、タイムラインを眺めるぐらいですね。じゃあ、それで、まあ、何かデメリットがあったかっていうと、一切なくて、むしろですね、もうメリットしかないです。うん、当然、まあ、時間が、こう、2時間ぐらい、は生まれるんで、最近は、まあ、めっちゃ読書がはかどるし、無駄な情報っていうのも、まあ、全く見なくていいわけなんで、ほんまに、いいことしかないんですよ。で、つまり、まあ、僕が思うこととしては、SNS の使用時間っていうのは、もう一定のラインを超えると、メリットはもうほぼないっていうことですね。だから、SNS の時間っていうのは、もう減らせば減らすほど、もう豊かになると思います。なので、僕は、自分自身が、こう、Twitter と YouTube で、まあ、発信してるにもかかわらず、まあ、言うんですけど、僕は SNS の時間を減らした方が、まあ、心が、まあ、豊かになりますよっていうことは、まあ、主張しますし、それで、まあ、僕のフォロワー数とか、で、あとは、こう、YouTube のチャンネル登録者数とか、減ったとしても、まあ、それはもう良くて、それよりは、もう、実体験から、こう、感じたことっていうのを、僕は、発信をしていきます。というわけで、まあ、今回はですね、幸福度を下げない方法というテーマでお話ししました。まあ、動画の方は以上になるんですけれども、僕は普段 Twitter とか YouTube で、自分のライフスタイルとか、考え方とかについて発信してるんで、ぜひチェックしてみてください。まあ、この動画はちょっとでも、まあ、いいなと思ったら、まあ、グッドボタンとかも押してもらえたら嬉しいんですけど、まあ、チャンネル登録するとか、フォローするとかっていうのは、もう本当にまあ、いいなって思ってくれたら、もうフォローしてもらえたら嬉しいなっていう感じです。というわけで、まあ、そんな感じで終わりにしておきます。ありがとうございます。